はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は NHK 杯戦、佐々木大地七段対服部六段の一局のハイライトやらせていただきたいと思います。先手が佐々木七段、後手が服部六段で、相掛かりの進行となっていきました。両者の得意戦法ですね。そして8七歩に8三銀と服部六段が棒銀模様に構えていきまして、7六歩に7四銀と出ていきました。佐々木七段は6八銀と指しまして、3四歩に7七銀と上がっていきます。そして服部六段も3三角と、飛車先を受けていきました。これで後手だけ飛車先を切る格好になりましたが、それが形勢にどう影響していくのか注目でございます。ソフトの評価値はここまで完全互角と出ておりました。そして以下、3六歩、4二銀、3七桂と跳ねまして、そして4四歩と、服部六段が角道を止めていきます。以下5八金に4三銀と雁木に組んでいきました。で、佐々木七段は7九角と引き角にしまして、5二金に5六歩とついていきます。そして以下5四歩に6九玉と寄っていきました。そして服部六段も4一玉と雁木に組んでいきます。以下1六歩1四歩と端歩を突き合って、ここで佐々木七段2九飛車と引いていきました。2九飛車のところではいきなり4五歩と仕掛けてしまう手も非常に有力だったようです。例えばこれ取ると2四歩同歩同角同角同飛車となりまして、2三歩で2九か2八に引く形になりますが、例えば2八飛車と引いて次の4四歩同銀7一角という手を狙っていくという形ですね。ただちょっと不存になってしまって激しすぎるということで、佐々木七段は自重して2九飛車としました。で、服部六段も3一玉と寄って、ここでまあ形勢ほぼ互角となっております。4五歩と突いていたらほんの少し先手がリードだったんじゃないかと、そういう見解がありました。以下6八角に4二角と引きまして、ここから佐々木七段8六歩と突いていきます。非常に面白い構想で、現代相掛かりで8六歩から8七金と上がる形、本当によく出てきますね。ただ本局の場合は2二玉8七金の瞬間8五歩が成立したのであまり良くなかったようです。ここで少し後手ペースの戦いとなっていきました。以下同歩同銀8六歩に対して8八歩と打たれて、ちょっと先手が困っている格好になります。これ8五歩と取ると8九歩成が非常に9九とを見せて厳しく、さらに8五飛車とか、9三桂から8五桂とか、そういった手を見せて、ちょっと先手が収拾つかなくなってしまいます。なので仕方なく同金と取るんですが、8六銀と攻めの銀がさばけて、完全に後手ペースの進行となっていきました。で、8六同角に対して実戦は8七歩と打って6八角成に同玉と上がっていきます。そしてここから服部六段放っておくと4五歩同歩4四歩のような攻めとか4一銀とかがあったので、4二金右とじっと寄っていきました。これが素晴らしい落ち着いた攻守で、先手はちょっと指す手が難しくなっています。実戦は2四歩同歩同飛車2三歩2九飛車と一歩交換するんですが、5五歩が鋭い手でした。で、同歩に5六歩ですね。これ同銀と取ると3八角の両取りがありますので、実戦は7八金と壁金を解消していくんですが、そこから7四歩が、これがまた落ち着いた活用です。放っておくと7三桂から6五桂馬と、5七地点狙っていこうという手ですね。で、佐々木七段としても次に7三桂をまともに食らうと困るということで、6五銀という勝負手を放ちました。ちょっと銀使ってしまうのもったいないんですが、とにかく5六銀引くと歩を除去してしまうという手ですね。で、ここで服部六段も3五歩という面白い手を指していきました。以下同歩で9五歩とついていきます。歩が入れば3六歩から3八角のようなラインを狙っていこうという手ですね。で、実戦はここで5四歩と佐々木七段が勝負に行きました。これ放っておくとどこかで5三歩成から7一角のようなラインが生じております。実戦は5二飛車と服部六段が素早く反応しまして、で、以下1五歩と攻めていきました。これに対して手抜きで5四銀も有力だったんですが、実戦は同歩と取りまして、1二歩同香1三歩同香2五桂と進んでいきます。
で、ここから服部六段は落ち着いて1四香車と上がっていきました。まあ、角金だけでは攻めきれないだろうという非常に落ち着いた手ですね。そして佐々木七段は3四歩と巧妙に突き出していきます。取るとこれ6一角で決まってしまうということですね。で、実戦はここで服部六段が8八歩という軽妙な利かしを入れていきました。で、ここが一つ運命の大きな分かれ道となりました。まあ、実戦はここから佐々木七段が5五角と攻防に据えていったんですが、これがあまり良くなかったようで、一気に服部六段が優勢となりました。まあ、ここは7七桂と一回桂を逃がしておくのがどうも最善だったようです。まあ、実戦は5五角に8九歩成、そして9一角成と駒を取り合うんですが、5七銀と打って先手玉が薄くなったというのがかなり痛い状況となりました。以下、同金、同歩成、同玉に、この5七同玉に対して服部六段が7三桂打ちと打ったのが素晴らしい攻守でした。これで9一の馬の利きを遮断しつつ6五の銀に当てています。以下、5六銀引くと引くんですが、そこで3四銀と拠点の目障りな歩を払って、完全に後手ペースとなりました。まあ、後手が優勢となっております。で、佐々木七段も6六歩とついて王様の懐を広げつつ、まあ、6五桂のようなラインを消して粘りを見せるんですが、3六歩と打ったのが、これがまた軽妙ですね。同銀は陣形が弱体化してしまうので、3八歩と打つんですが、そこで5五歩と打っていきました。これ6七銀とかわせても有力なんですが、ちょっとここに拠点が残って上部も脱出できないようでは勝てないということで、佐々木七段強く同銀と応じていきます。ただここで2五銀と桂を取った手が、同飛車と取れば3四角と金と飛車の両取りを見せる厳しい一手となりました。で、ここから先手は5三香車と目線を変えて、攻めの姿勢に転じていきました。ただこれに対しても服部六段が見事な対応を見せていきます。以下、同金、同歩成、同飛車、5四銀打ちとしたところで3七歩成を一発利かせて、同歩に3三飛車と回ったのが次の3七飛車成を狙う非常に厳しい手となりました。以下、4八金とガードしていくんですが、5三歩と目障りな銀を追い払っていきます。で、6三銀ならずと銀を壁死に追いやって、3五飛車と絶好調の活用が続いていきました。以下、5六歩と守るんですが、そこで9三角と味よく打っていきました。この端角も素晴らしい攻守ですね。次、6五桂跳ねなどがありまして、非常に厳しく先手陣を睨んでおります。で、実戦はここから7五歩と突いていくんですが、そこで、冷静に同歩と取ったのが、これがまた攻守でした。で、ここから佐々木七段は3六歩と勝負手を放っていきます。で、以下、服部六段、なんと相手にせずに6五桂打ちといきなり決めに行きました。で、同歩に7六歩と突き出して8角を最大限活用していきます。以下、7五歩と黄金馬は近づけて受けようの手筋で受けて、同角に6六桂と先手も必死に頑張るんですが、6五桂跳ねが抜群の味で入りました。以下、6七玉に7七金、5八玉、2六香車と強撃の体勢を作っていきます。で、2七歩に対して7八金と金を取って、で、ここで3五歩と佐々木七段が取った手に対して3六歩と、手厚く垂れ歩を入れていきました。で、以下、9二馬と桂取りに当てていくんですが、ここで7三桂と跳ねるのが盤上の駒の活用、絶品のさばきで、ちょっとこれで先手が痺れておりました。で、実戦は2六歩と香車を取って、以下、3七金と服部六段が打ち込んでいくんですが、一見何も悪い手に見えなかったこの手が、なんと負ければ敗着の一手となっていたようです。3七金のところでは3七歩成とすれば、後手が勝ち筋となっておりました。同金に3六歩と打ちまして、仮に同金なら取って取って5七金でどこにかわしても頭金までの詰みでございます。ということで、ちょっとこれはできませんし、また同銀と取った場合は取って取って3八銀と打って、これも
5七桂成同玉4七金という詰めろになっていって一手一手という形ですね。でまた他の手、例えば、銀と取る手は取って取って3八銀が厳しいと。で、これで5七桂成から4七金の詰めろになっていると先ほど申し上げました。ということで、まあ、3八金と引くしかないんですが、これに対しては5七金と打ちまして、4九玉に6六角と取って、同銀には3七桂と鮮やかに王手飛車取りをかける手がありまして、これはいずれも後手が勝勢となっておりました。3七歩成であれば何事もなく終わっていたというところですね。実戦はこの2六歩に対して3七歩成ではなく3七金と打ったので一瞬逆転して佐々木七段が優勢となっておりました。ただ実戦はここから2五歩としたため一瞬のチャンスが消えて再び服部六段の勝ち筋となりましたが、ここで6二飛車と打っていれば先手が逆転模様だったようです。一例として6八金同玉4八金というのがあるんですが、その場合は6五馬と取るのが詰めろ逃れの詰めろで、同桂に1二金と打って後手玉このまま捕まっています。3一玉には4三桂同金2二金という詰みがありますし、3三玉も3四香車と打ってこれも詰んでおります。ということで、この変化はやられてしまうことが分かりました。なので6二飛車に対してはちょっと指す手が難しく、これで先手が優勢ということですね。ちなみに実戦は2五歩と取ったために6八金同玉4八金が非常に厳しくなりました。以下6五馬同桂に3四桂と佐々木七段最後の勝負をかけていくんですが、1三玉と逃げたのが冷静で決め手になりました。仮に3三玉の場合は4四銀同玉4五飛車で王様をかわして4四金という詰みがありました。なので1三玉が唯一の静着で、これも1二金とか1二玉とか逃げてしまうと2二金から頓死するようなそんな筋もあったんですが、1三玉だけが唯一の逃げ道だったということですね。以下1一飛車と打っていきます。ここでもまた桂合い、これでもまた角合いなのか金合いなのか究極の二択となっております。ちなみにここ金合いしてしまうと2四銀から後手玉がなんと頓死しておりました。同歩だと1二飛車成、同玉2二金と打って1三玉には1二金打ちで、同金には取って取って金打って平凡に、同玉に2四歩3三玉2三歩成で、で仮に4三玉なら4四銀と捨てて取れば3四金で詰むということですね。ということでこの変化は詰み筋となっておりました。なので、本当にギリギリで紙一重の局面だったんですが、1一飛車には1二角合いが好手でギリギリ後手玉が詰まず、ここで服部六段の勝ちがようやく確信できるという形になっていきました。以下ただ同飛成同玉に1三歩と伊藤、佐々木七段追いすがりまして同玉に3一角と打っていきます。これもすごい手ですね。ただ服部六段冷静に同金と最善の対応しまして、以下2四銀同歩2三金同玉2四歩に対して3二玉とかわしたところで佐々木七段無念の投了、服部六段鮮やかな勝利となりました。投了図以下は2三歩成4三玉でこれ以上ちょっと差しようがない局面ですね。例えば先手玉は次7七歩成とか5七金とかいろいろ詰み筋があるのに対しまして、後手玉はもう手がつけられませんので、これで投了もやむなしという形になります。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。1回戦屈指の好カードは服部六段の方に軍配が上がりました。それでは失礼いたします。